皆さんこんにちは。今回はハードオフで購入した1963年製のフヤトーンのギター SGMO3 のジャンク品を修理したのでレポートをします。1万ちょっとでゲットしたこのジャンクギター、見るからにビザール感が満載、いわゆるセミアコと呼ばれるギターです。6弦のペグのブッシュがなくなっていて、ナットは削れてなのか最初からなのか、やたらローポジションのフレットと干渉してビビってしまい、弾ける状態ではありませんでした。このギターのピックアップセレクターはロータリースイッチになっています。3ボリューム1トーン、スイッチはソロ、リズム切り替えとスタンバイの3点スイッチです。いわゆるキルスイッチがついています。ペグが古くて硬いためチューニングを合わせるのが大変ですが、これは今後ペグを新しいものに交換すると解消されるでしょう。ホコリだらけで汚いのでホコリをウエスで拭きました。そしてナットを外してプラ板で底上げして木工用ボンドで接着しました。フレットがビビる箇所をすり合わせしてある程度ビビリを取りました。ペグのブッシュはこちらも日本の古いギターから外したシルバーのものを装着。ネックは少し順反りのようですが許容範囲ということでそのままに。ネックのバインディングに剥がれと欠損があるので木工用ボンドで接着、欠損部分は薄い木材シートで補修しました。ピックアップ、電気系統はジャック以外は機能しているようですが、古いのでハンダを一度溶かしておきました。ボリューム、トーンのポットには潤滑油をスプレーしました。この時代のギターは日本の古い家電的な感じがしますね。ポットやケーブルもしっかりしたものが使われています。ボンドが乾いたところでフレットなどを磨いてツルを貼りました。電気系統が無事だったのと目立つクラックや割れがなかったのが幸いでした。これで一応弾ける状態になりました。フレットも磨いてオイルを塗りました。さてどんな音がするのか試し奏してみましょう。箱鳴りが結構しますね。ピックアップも良い感じに、出力が弱くてなかなか良いんじゃないでしょうか。まさにビザールならではな音ですね。アームを使うとチューニングが劇的に狂いますね。笑い。それではまた。